こんにちは。今日は下半身をモーリア、上半身はイーグルの腕という感じで動いていきます。では右足前のモーリアポーズからスタートします。両手頭の上です。合掌します。もしできたら左手首、右手首の後ろ、ぐーっと上に伸びていきます。右足が前の時、右の腕を下にして自分の肩を抱きます。ここから手のひらと手のひら合わせられたら、これがイーグルの腕になっています。この手が、組めない時は間にタオルなんかを入れるといいです。では吸って右膝を伸ばし、肘を上げます。吐いて右の膝を曲げて背中を前に倒す。吸って体を起こします。肘を上げて吐いて下がっていきます。もう一回行きましょう。吸って肘を上げます。膝まで伸ばす。吐いて膝を曲げて前に踏み込みます。背骨床と平行のところで左へねじっていきます。真ん中に戻って、今度は右へねじります。真ん中に戻って体を起こす。ぐーっと上に伸びて、そのまま前に倒れます。体をくるくるっと横に向けていきます。ここでかかととかかとを横一直線、つま先平行。吸って体を起こします。肘できるだけ高いところまで上げて、吐いて膝を曲げてお尻を下げていきます。つま先の斜め45度ぐらいがいいです。吸って膝を伸ばして肘も上げて、ぐーっと伸びて、吐いて下がっていきます。あと1回いきましょう。吸って上げて、吐いてお尻を下げたら、今度はこの手を左へ倒します。肘と肘で押し合う。吸って戻って、今度は右へ吐いて倒します。吸って戻ったら、もう一回ぐーっと伸びて、ももの付け根から体を前に倒して脱力、頭を落とします。腕をゆらゆら揺らしたいので、指先が床につかないように少し持ち上げて揺らします。左から回して体を起こします。大きな観覧車を描いて1回、反対側にも回します。右から上げて左側から下ろしていきます。脱力させて、背骨一個ずつ積み上げて体を起こします。肘高く上げて T シャツ脱ぐみたいに手をほどいて、両手を肩の高さに伸ばします。右のつま先を前、吐いてウォーリア2です。左手腰の後ろ、右手を上げてリバースウォーリア、吐いて右手を右足の外、左手を頭の向こう側に伸ばしてフロー、ビン汗で動いていきます。右の足を上げてチャトランガ、吸う呼吸で戻ります。さあ今度左の足を前で行っていきましょう。左足が前です。右のかかとを床、両手頭の上、もしよかったら右手から左手首の後ろ、肘を曲げてぐーっと上に伸びてあげて、今度左の腕を下にしてイーグルの手を掴みます。体を前に倒して猫背を作る。吸って体を起こします。膝伸ばせたら伸ばして、吐いて丸めて下がります。あと1回いきましょう。吸って体を起こします。膝まで伸ばして、吐いて膝曲げて背骨床と平行、左へねじります。真ん中に戻って、右へねじります。真ん中に戻って体を起こして、吐いて下がっていきます。このままくるくると横向きになりましょう。背骨を積み上げて体を起こして、肘を上げます。吐いて下がります。吸って伸びて、吐いて降りて、あと1回いきます。ぐーっと引っ張って、これはですね、肩や肩甲骨周りを、刺激してくれるので、肩こりなんかすごい軽くなるっていうふうに言ってくださる方が多いです。真ん中に戻って、このまま前に飛び込みます。股関節の付け根から指先を左右にゆらゆら揺らして、何回か揺らせたら右側からぐーダイナミックに起き上がってきて、観覧車を1回、今度反対です。左側からぐるぐるぐる、あとちょっとですよ。ふう、吐いて背骨下から一つずつ積み上げて起き上がってきます。肘を高い位置まで持ち上げて T シャツ脱ぐみたいに手を伸ばす。
手を左足の外、右手を伸ばします。そのまま遠くに伸ばして、先までグーって絡ませてたか、思いっきり体が伸びたいはず。右手を下ろして、最後ハーフビンヤサです。左の足を思いっきり後ろに引きます。左の足を浮かせたまま、チャトランマ。左の足を下ろして、アップドッグ吐いて、チャイルドポーズでお休みです。もちろんこの後ダウンドッグで別のフローにつなげていっていただいても構いません。よいしょ。さあ、肩回り少し楽になったかなって思うんですが、バックベンドをして頭の向こう側に両手を持って、いつもより少し肩の動きがいいような感じ。